悲しみ誘うミッドナイトこぼれる愛をちょうだい。俺たちも GP に帰ろう。次の仕事が待ってるよ。はあ、トレイントレイバケバケ。未確認艦識別反応レッド海賊です。ちょうどいい心臓艦の火器テストに付き合う。エネルギー出力低下。服しっかりしろ。コントロール不能。全ての操作をマニュアルに切り替えます。出力臨界まで302。海賊艦接近。ああ、シールドのエネルギーを火器に回せ。初めてなのにシステムなしでできる。手加減なしなら当てられる。まいった、撃沈できたからいいようなものの。仕方ないわよ、福ちゃんまだ生まれたばかりだから。でも髪だけの性能があの子のテンション次第なんてあまりにも。そうね。ほら綺麗になった。そろそろ出勤の時間だ。行こうか、服。ごめんな、俺がこんな仕事じゃなかったらお前に怖い思いをさせなくてもよかったのにな。さあ、行こう。海賊艦機へ多数確認。出力低下。大丈夫よ、福ちゃん、怖くないから。頑張ってください。またまたトレイン、バケバケ。バカ、今旋回したら。誰にでも失敗はあるから気にするな。な、フク。セイナちゃん。はい。私たちで話し合ったんだけど、福ちゃんのためにもサブシステムを作った方がいいんじゃないかしら。サブシステム。ええ、 OS 管理を私、火器管制をアマネ、操舵系制御を涼子に完全分担させるの。え、このままじゃ任務に支障が出ちゃうし、何より福ちゃん自身が危険を招きかねないわ。そうですね。
ねえ福、キリコさんたちはお前のためを思って作ってくれてるんだからな。にゃんにゃんにゃん。じゃあおやすみ。まだ仕事があるんだ。終わったら遊んであげるからお留守番しててね。福ちゃん、コードを外しちゃダメよ。今日はデータ取りの訓練だけだから海賊はいないからね。3番ゲート通過。エネルギージェネレーター出力安定。鑑定データ計測に支障なし。続いて14番、15番に向かいます。オーバードライブ検知、制御プログラム始動。機体姿勢制御。14番ゲート通過。続いて15番ゲート通過。 OK、 ソーダ系のデータは揃ったわ。よくやったぞ、グー。次は射撃訓練よ。全標的ロック。レーザー発射。前段命中確認。反射速度コンマ023。火器管成形データ終了。もう終わったわよ、福ちゃん。にゃん。お疲れ様。まったく、本番でこれくらいできるよな。とりあえずデータは揃ったわね。ああ、これで服なしでもなんとかなるな。ダメですよ、みんな仕事ですから。どうしたんだ、食べないのか。どっか具合悪いの。甘ったれだな。スーナ、ちょっと B125 のラインチェック頼む。あ、はい。ここにこんなもの持ち込んじゃ。サブシステムのプロトタイプができたから、あと 2,3 日調整に付き合ってね。それでも怖い思いはしなくてもいいようになりますよ。船に乗らなくてもいいようになるんだ。いい子でお留守番してろよ、福。低下、操船をサブシステムに移行します。全操舵系制御来ました。レーザーエネルギー充填完了。火器管制システムとの同期を確認した。汚れていたから新しいタオルよ。
あれ？服どうしたんだ？こんなところで。あれ、ラインにエラーが出てる。パーツの破損かな。危ないからここで待ってて。おとなしく待ってるんだよ。どうしたの、両大きい。にゃあ、ああ、この子かい。お前の、そうね、妹よ。にゃあ、にゃあ。どういう子に育つのかね。楽しみね。いけね、寝ちゃった。エラーが出てたんだよな。なあ、なんか外が宇宙っぽいぞ。しかも飛んでるっぽいし、なんで宇宙に。なあ、あれ開かない。なんで、どうなって。ちょっと服、いるのか。服ちょっと開けてくれよ。服、おい早く、おい服、申し訳ありません。まったく、神岳が行方不明になるのも無理ないわ。近くの管理局から神岳が通過していったという報告はありましたが、その後は全然通信もダメです。両大きタイプは探知が難しいのよ。服のやつ、家出なんて何考えてるんだ。あなたたち、サブシステムを作ったそうね。それは、あの、福ちゃんの負担を減らそうと。戦闘慣れしていない服のために必要だと思ったんです。そのために私たちは神だけに乗ってるわけですし。確かに、あなたたちは優秀だわ。は？福ちゃんを冷静に分析してる。福ちゃんが怖がって泣いていても、寂しがっていても、甘えたい時も、あなた方は冷静にコンピューターとしての認識ができている。あの子が戦闘を恐れるのはあなたたちを信頼していないからよ。あなたたちはあの子を心のどこかで物扱いしてるの。そんな、私たちは。性能を発揮しない機械に苛立ってる。たとえ機械であろうと愛情を持つことはいいことよ。何かに愛情を注ぐことは相手を知ろうとすること。ましてやあの子は意志を持ってる。意志が通い合えば福ちゃんが、船があなたたちを知ろうとしてくれるのよ。それが両王旗の力、従来の船の力。もっと抱っこして撫でて話しかけてあげなさい。和州様にとって福ちゃんは娘も同じ。それをあなたたちに預けてくださった意味をもう一度よく考えてみることね。はい、よろしい。さて、問題の福ちゃんはどこ行ったのかしら。福、いるんだろ？もうそろそろドア開けてくれない？はぁ、あ、なんだ、ねえ、福、おい開けてくれよ。おい早く、福、福、一体何が。海賊。なんで俺たちここにいるんだろう。なんでだろうね。
ナオコさん。あの。ときめき！本艦は戦闘状態に入りました。お食事はもう少しお待ちくださいませ。喜んで！アイリ様、多分ホームシックにかかってワシュー様のところに帰ったんですよ。福ちゃんまだ赤ちゃんですから。ああ、なるほど。で、まずいわ。神岳には福ちゃんの他はセイナ君しか乗っていないんでしょ。俺だって逃げるだけだったら。神岳の位置は。ちょっと待って、すごい、アカデミーのほぼ全てのネットワークとリンクできるなんて。まだか。見つけたわ、神岳からの SOS をキャッチ。でもここからじゃ遠すぎる。救援は敵の数が多いの。大規模な救援部隊を編成するのに時間が。確か近くに従来の秘密補給基地が。なんで天音がそんなこと知ってるの。三星のやつからちょちょいとね。ここなら理事長室の転送ゲートで。それにあれも使えるしな。機密だだもん。重量オーバー？さあ、仕方ありませんわ。まだ？もうこれ以上は。ん？なんと良さげな眺めやの。お前は乗るな、来るな！あおき！おい。よっしゃあ、おいしい。瀬戸様、天音様から通信が入っています。あら、何の用かしら。ちょび丸を貸してください。単刀直入ね。ちょび丸借りて何に使うの。戦争でも始める気。姉女の件だって、その前だって、いろいろ苦労しました。まあ借りがあるのは事実だし、急いでいるのはわかるけど。これからは事後承諾はやめてちょうだいね。というわけでよろしく。あなたね、瀬戸様にも了解取ったろ。すみません、マシス様。まあ、りょうちゃんの妹の危機なら仕方がないけどね。戦闘区域を確認しました。大丈夫だよ、大丈夫。大丈夫か？え？神岳、確認しました。間に合ったみたいね。あ、天音さん、その船は一体。よくも、よくも福ちゃんをいじめたわね。待ちなさい、神岳が近すぎる。大丈夫だよ、福。お前は強いんだ。お前はさ、両王旗って伝説にもなったすごい船の妹なんだろ。それにみんな心配して来てくれたよ。もうお前一人じゃないんだ。俺もついてるだろ。を泣かせて、照準は任せたわよ、天音。了解。なんで、あの船は、中華、あんな大きな船ありか。艦長、なんかこっち向いてます。高性規模破壊兵器を艦隊戦に使う気か。冗談じゃねえ、緊急離脱。進行方向、
惑星規模感よりもでかい反応。なに？そんなのありか？ごめんね、福ちゃん。とりあえず一件落着ね。ああ。ご心配おかけしまして。いいのよ。それより出たついでだからお家に帰ってらっしゃい。え、でも。ここのところ出動しっぱなしだったでしょ。特別休暇というところかしら。やった！わーい！ご家族に元気な顔を見せてらっしゃい。はあ。あの、じゃあちょっと帰ってきます。やったー！コウさんだって言ってるのに。ダメです、磁石レアセル。なんでだ。ごめんなさい。久々に地球へと帰ることになった。でもなんか天音さんと涼子さんは異様にはしゃいでるし、途中で妙な男の子は疲労して落ち着いてとはいかないみたいだ。次回天地無用 GXP 帰省。悲しみ誘うミッドナイト、こぼれる愛をちょうだい。やっぱりこの辺って辺境なんですかね。前に天南先生に言われたこと気にしてるの？いえ、そうじゃないんですけど。
楽しそうですね、お二人とも。地球に何があるってわけでもないのに。ナイス地球、こないエッチなサイトがネット上にゴロゴロとたまりまへんがな。みんなそれぞれ地球に期待してるんだな。何しに帰るのか分からなくなってきた。そういえば天南先生はどうしてるんでしょうね。なんという屈辱だ。この私が埃にまみれてシャワーもない。生活をせねばならんとは。ガルシエリー、ぼーっとすんな。風呂に入りたきゃ温泉でも掘り当てな。おお、温泉だ。温泉っぽいぞ。すげえ温泉だ。なぜ。はじめまして、お父様お母様。私リョーコバルタと申します。アマネカンナックです。セイナ君とは講師にわたって深いお付き合いをさせていただいてるんです。そんなお母様てしまいますわ。お父様って言っても、いきなりセイナ殿のお似合いが早すぎます。ダウンロードしまくれよ。ちょっとあなたたちいい加減。救難信号。ちょっとなんだっつーの、この大事な時に。好感を持たれるかどうかは第一印象にかかってるんですのよ。距離17900。艦長、旅客船が海賊に襲われています。すぐ救助へ。はい。くそ、地球が目の前だっけのに。こんな時に海賊行為なんて一体どこのバカですか。座標確認、超空間ジャンプします。なんぞ相手にしとられるかいな。無限のエロネットの海がワイを待っとるんや。ラジャル、今なんか通らなかったか。気のせいですよ。それより醤油ときな粉をどっちにします。マヨネーズ。うわお。大丈夫みたいね。目立った外傷もないし、体に異常は認められないわ。おかしい部分はないわけか。遺伝子バンクからも確認が取れました。襲われた船の乗客に間違いありません。生存者は一人か。ひどいものね。この子だけでも助かったのは不幸中の幸いでしたね。そうだな。とにかく近くの GP 支部へ連れて行きましょう。よかった、気がついたのね。もう大丈夫よ、安心してね。大丈夫よ、怖くないからね。リョーク見て怯えたのか。アマネさんの姿を見て。ったく、この服のどこが怖いんだよ。まあどう見ても GP に見えないのは確かですから。カーナックのオートクチュールだぞ。え、どうしたせいな。俺、家が店やってて親が忙しかったし、俺がいると色々あるんで、小さい頃からキリコさんに面倒を見てもらってたんです。どうしたの？眠れないの？バイオロイドより入電。山田勢内が全員の捕獲に成功した模様です。さすがはギルドの最新鋭技術ですね。よし、回収を急げ。了解しました。よし、捕虜を下ろせ。
チェック、間違いありません。やっとお前を私のものにできた。それに、これを覚えてるか。貴様への復讐を忘れないために消さずに残しておいたんだよ、山田聖馬。まずは借りを返させてもらおう。苦しむ間もなく一瞬でな。予想通りだったな。抗体要因用のアニメロイドが役に立ったわね。そうですね、髪だけを作った和州さんって本当に天才ですわ。パーソナルデータであれだけの力馬隊を作れるなんて。それもそうですけど、よくあの子がスパイだって分かりましたね。勘よ勘。にゃん。そうね、服も教えてくれたのよね。にゃおにゃん。でもいきなりあんなことしちゃっていいんですか。因果応報、自業自得ってやつよ。それにダイダルスには発見次第即時撃沈命令が出てるしね。完全無抵抗の捕虜に危害を加えたんだから仕方ないわ。にゃんにゃん。でも他に捕まってる人とかがいたら。ダイダルスにクルーと協力者以外の生きた人間が乗ることはありません。だから即時撃沈命令なのさ。さあ、ずいぶん時間食っちまったけど、早いとこ地球に行こうぜ。おにゃん。もうシリアスは終わりですか。短。やはりタラント程度ではダメか。はっ。一応監視は怠ってはいませんが、神だけの目的地が地球ですので。そちらは任せ。それより例の艦隊はどうなっている。まだテスト段階ですが、予想以上の戦果です。使えますよ、あれは。目には目をということか。よしこよしこ、久々のよしこ。よし言うぞ。素敵な彼ができますように、素敵な彼ができますように、素敵な彼ができますように。ってよっしゃ言えた。エクソシーもうほんま死ぬかと思ったわ。ああ参った参った。おおなんかやたら目立ってますけど。顔上げちゃダメよ。知り合いに見つかりでもしたら何を言われるかわからないから。おーい、カイ。おい、セイナー。よう、カイ。あれ、姉貴も一緒だったのか。あれって何よ。あれって、セイナーがチンドン屋やってるって聞いたから、みんなで見に来たんだ。ん、カイ一人じゃねえか。みんなは向こう。よー、セイナー、よかったな。そういうわけで、今回無駄に来てる。なぜあんな遠くから。そんな顔すんなって。みんなだってお前に会いたかったんだよ。それにしょうがないだろ。あっ、カイ。こうなるかな。悪いな。おかえりセーナ。ただいま。はじめまして、私アマネバルタと申します。こっちに来なさい。だいたいね、せっかくの親子の再会を邪魔する人がありますか。家だな。俺がいないと店もこんなに儲かるんだ。まあそれも大きいけどね。家はお前の仕送りのおかげだよ。え、
仕送りって あのね、セイナちゃんには本来艦隊司令官クラスのお給料が出てるの。おとりとしての出来高もあるしね。でも黙っててごめんね。でもセイナちゃんは学生だからあまり大金を持たしちゃいけないってアイリ様が。それで定期預金にね。はあ、じゃあそこから仕送りを。そこの利子分をね。え自分のおとりとしての効率なんて考えたこともないのね。卒業したらちゃんと渡してあげるから楽しみにしてて。さあセイナ、疲れてるだろう。遠慮しないで早く上がってゆっくりしてきんな。そうだぞ、ここはお前の家なんだから。さあキリコちゃんもそちらの皆さんもどうぞ。アマネカウナックです、お母様。リョーコバルタです、お母様。なんてベタな。何してんだよ、早くおいで。とっても可愛いお客さんも待ってるんだから。お客さん？お前ちょっと前にこの子を家まで送ってあげたんだって？あ、そうなんですよ、セイナお兄ちゃんとっても優しかったんですよね。おいおい、そんなことでわざわざ挨拶に。小さいのに関心だね。本当は2000歳ん？あらら、キュンキュン。すみませんおばさまどういうおつもりなんです明治様。あら、お世話になったんだもの。ご両親にご挨拶に来るくらい当然じゃない？当然じゃない？じゃありませんよ。第一、ネイジュ様は好き勝手に外に出られるご身分じゃないでしょ。それにここはまだ初期文明の惑星です。下手なこと言ったら大問題に。アマネさんじゃあるまいし、発言くらいは気を使ってますわよ。人を引き合いに出すな。まあまあ、とにかくこのことがメルマスに知れたら、いくらネイジュ様といえども処分は免れん。公認の引き継ぎは済んでるわ。それにメルマスには替え玉さんがいるから大丈夫ですが、ジュライは。それにここに連れてきてくれたの瀬戸様なの。くっそバッバー。あー、そこそこが。あしっかりしろ、目を開けてくれ。捕虜であるあなたを愛してしまった罰ね。何を言うんだエレナ。こう生きてあなただけは。エレナ、エレナ。カット。はい、リハーサル OK。 ありがとう、よかったわよ。できれば本番でもお手伝いしたいなと思ってるんですが。ごめんね、規則で海賊以外の人を海賊の広報番組に使っちゃダメなの。なります、海賊やります。オレンジ君、おかえりセイナ。うん、ただいま。さあ皆さん、パーッとやってください。でさ、マジにお前どこに行ってるわけ？東京？それとも大阪か？福岡か？いや、あれか、宇宙がどうとか言ってたけど、いいから食べてろよ。ところで、リョウコさんかアマネさん、もしくは二人とも俺に紹介してくれよ。いいから食べてろよ。おっと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 、しかし、あいつが女の人、それもこんな美人を連れてくるなんてな。まあ嫌ですわ、お父様ったら。セイナ殿は昔から表になったんでしょ。まさか、あいつの運のなさに付き合ってくれるような子はキリコちゃんくらいのもので。すいません、私は全然気にしないですわ。なんかキリコちゃんには随分と世話になっちゃってね。いえ、そんな、あの子のことだから。またいろいろと運の内面に合ってるんでしょう。いえ、そう多くは。もったいぶらずに教えてちょうだいな。あれの不幸話がなくてここんとこ寂しくてさ。おばさま、もしかして面白がってませんか？お父様、ささ、もう一杯。こりゃどうも。お父様、セイナ殿って昔はどんな方でしたの？そりゃもちろん、運の悪いガキ。そりゃそうだ。そりゃそうだ。あ、痛い痛い痛い。お兄ちゃん。いやあ、この方がヨシコさんのお兄さんですか。はじめまして、僕 NB と申します。お前何やってるんだ。ニムニム。ふにゃふにゃふにゃ。ふくちゃんたら、
か、どこ行くの？なあ、さっきのあれ何？知らない、拾ったの、田んぼで。お前いつの間に来たんだよ、お兄さんって。はい、よしこさんのお兄さんは僕にとってもお兄さんですよ。やったお父さん、ありがとう。本当にセイナ殿には感謝しております。何を？セイナ殿は命の恩人以上の存在ですわ。そんな大した息子じゃないんだけどね。そんなことありませんわお母様、セイナ殿は私の全てです。お世辞が上手だね。本当です。でもあれよね、涼子さんったら格好も物腰もまるでお姫様みたいよね。ええ、バルタの。やっぱりね。あはははは、どこ行くの？離せよこれ。おお、よくできてるな。でしょ、東京にはこういうのはよく起こしてるのか。いや、それは。いいぞいいぞ、すごい入ってるもんな。くちゃん、変なもの踏んじゃダメよ、素足で。あの子がね。お母さん、セイナはね、私の教えた中でも最優秀の生徒なんですよ。親にはわからないけど、そんなもんですかね。そうなんです。だってアマネさん、まともに教えたのはセイナ殿だけだ。まったく、いつもいつも。で、アマネさんは一体何の先生なの？あ、実技専門、手取り足取り濃厚なやつです。いくよー、うりゃ。はいなー。うわー、回ってる、無駄に回ってる。よしこー、回ってます。激プリティ、すごいですね、セイナ殿ったら。怪我していない写真がありませんよ。しかも毎回違う怪我ですね。ほんと怪我だけは絶えない子だったからね。途中からはそのたんびに記念の写真撮ってんのよ。やっぱり面白がってましたね。お母様、これは？それはマンホールに落ちた時かな。こっちは？それは三輪車のペダルを踏み外した時。買ったその日でしたよね。そうそう、セイナをキリコちゃんがおんぶして帰ってきてくれてね。あれ以来随分と世話になっちゃったね。そんなこと。いろんな怪我をしたわよね。川に落ちる、田んぼに落ちる、散歩歩けば4回転ぶ。ドブにはまったり、自転車で転んだり、段差もないのに捻挫してみたり、大変でしたよね。そもそも生まれたその日に産婦人科の病院が経営難で倒産してね。お宮参りに行った神社は賽銭泥棒に狙われるし、役場に出生届を出しに行ったらコンピューターの故障で登録できないしってな具合だからね。逸話にはこと書きませんわね。素養は生まれた時からあったってことだな。よしよしよし、くちゃん可愛いでしょ。うん、とっても。変だよなこれ。よしみんな、爆弾ゲーム回すぞ。爆弾ってなんやねん。わし爆弾やないけ、召喚判定。綺麗な月ね。あ、キリコさん。不思議ですよね。ついこの前まではもしかしたら一生行けない場所じゃないかって思ってたのに、今じゃもっと遠くに行けるんだものね。もっと遠くか。一体どこまで行けるんでしょうね。やろ、放置っぽいプレイなんやろ。放置、きっとこれからいい感じになるんやろ。気持ちようになってくるんやろ。そうなんやろ。よしこはん、よしこはん、よしこはん。
に挨拶するため電池先輩の家に向かった俺と福。電池先輩両王旗和州さん、ささみちゃん、野池さん、涼子さん、彩香さん、三星さんが総登場。次回電池無用 GXP 聖奈と天地。